はいそれでは本日は二級建築施工管理技士の学科試験平成26年問44番施工・コンクリート工事について解説していきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄に記載されておりますのでそちらからご覧ください日本工業規格 JIS においてレディーミックスとコンクリート用骨材として規定されていないものはどれか1養融スラグ骨材2人工軽量骨材3採石4香炉スラグ骨材 と書いてありますえ。この問題、答えから言うと、1番のえ、この、溶融スラグ骨材になります。まずですね、この問題なんですけども、レディーミックストコンクリートという言葉が最初に出てくるんですけども、まあ、普通の、普通コンクリートと多分、えー、思うと、思っていただけると思うんですけども、まあ、それで合っております。これを分解していくと、レディーミックストコンクリート、レディーミックストコンクリート、まあ、準備 OK、混ぜたコンクリートという流れになります。 工場で練り混ぜてから現場に運搬されるまでの、まあ、フレッシュなコンクリートですね。なので、まあ、ちょっとざくっと説明すると、工場で混ぜたからいつでも準備 OK だというコンクリートになります。なので品質のいいものとなります。まあ、例えばですね、レンジでチンして出来たてほやほやななんか、まあ,あ、魚とかそのような、そのような感じですね。これがレディーミックスとコンクリートと言います。そしてこのコンクリートというものはですね、水プラスセメントプラス砂、プラス砂利でできていると。この4つからできています。 そして今回の問題、骨材というのはこういうような、えー、骨材のことを、えー、言っているのが今回の問題になります。この骨材を、えー、使用する上で、えー、砂利とか、えー、この砂に関して規定されていないものはどれかという問題です。結果から言うと1個だけしか覚えてもならわなくても大丈夫です。この今回1番が答えになるんですけども、この1番の溶融スラグ、えー、溶融スラグ骨材ですね。まあ、こちらだけ、えー、覚えていただければいいです。まあ、これは膨張物質と呼ばれるものです。 この溶融スラグ骨材というものは、まあ、一言で言うとゴミ,ゴミですね。このゴミなんですけど、えー、との廃棄物とか、あとは、えー、下水の汚泥とか、えー、を、えー、焼却したもの、このゴミを焼却して1300度以上の高温で溶かして冷却したもの、これが、えー、このゴミの溶融スラグ骨材になります。この溶融スラグ骨材をレディミクストコンクリートの中に入れてしまうと、コンクリートの中に、えー、膨,張膨張する 力が働きます。まあ、この膨張物質と言われているものなので。なので、コンクリートが固まった後にですね、コンクリート表面が剥離してくるという現象が起こります。まあ、ポップアウトと言われて、このように固まった後にポロッと落ちてくる現象が起きてしまうので、この溶融すらぎ骨材というものは、えー、ベリーミックスコンクリートの中には入れてはいけませんよという形になります。なので、この今回に関しては、一番が誤っています。なので、それ以外の 骨材、えー、に関しては細かく覚えなくてもいいのでこの要有する骨材だけ、えー、覚えていただければいいよろしいのかなと思います。なので今回の問題に関しては1番が間違っているので1番が答えとなります。